青色防犯パトロールとは日本の自主防犯ボランティアのうち青色の回転灯を装備した自動車を用いて行われる防犯パトロールのこと一般自動車への回転灯装備は法令で禁止されているが自主防犯パトロール運動の高まりにより2004年より所定の届け出の上認可を受ければ青色回転灯を自動車に装備できるようになった青色防犯パトロールは このような認可を受けた自主防犯のための活動団体で行われる。宮城県や大分県のようにライフセービングクラブでパトロールカーの運用を行っている地域もある。防犯活動を認められた団体が自主防犯パトロールとして実施を許可された青色回転灯装備の自主防犯活動用自動車で一般自動車への回転灯装備は法令で禁止されているが 2004年12月1日に道路運送車両法の保安基準が緩和されたことに伴い警察からの自主防犯パトロールを適正に行うことができると証明を受けた団体は青色回転灯の装備が認められている。2002年2003年に警報犯の認知件数が戦後最多となったことから自主防犯活動団体への支援の強化が閣議決定。 警察庁のプラン策定によって示された。この流れの中で全国では自主防犯活動を行う団体が増加したが、このような団体の中から緊急車両のような回転灯を装備することで、より効果が向上する、胸の意見が上がった。これを受けて、警察庁と国土交通省は2004年9月に自主防犯パトロールに使用する自動車に、 青色回転灯を装備する場合の取り扱いについて、を、発表、認定を受けた車両については回転灯の装備を、道路運送車両法の規制の対象外とすることし、同年12月1日から運用が開始された。自主防犯活動を行うにあたり、申請の際は次の各保を満たす必要がある。自主防犯パトロールを行う団体は、次の1から4のいずれかに該当すること兼、 または、市町村知事、警察本部長、警察署長、市町村長から、防犯活動の移植を受けた団体、または知事などから移植を受けたものにより構成される、団体地域安全活動を目的として設立された、一般社団法人及び、一般財団法人、NPO 法人、地方自治法の規定により、市町長の認可を受けた、自治会など上記1から3のいずれかから、 防犯活動の委託を受けた者実績、計画に照らし、継続的な自主防犯パトロールの実施が認められる、こと。青色防犯パトロール講習を受講していることなど、防犯パトロール中に予想される事案に対し、適切に対応できると認められる、こと青色防犯パトロールを適切な方法により、実施することができると認められる、こと自主防犯パトロールは、 ボランティア活動の一種であり、警備会社と異なり目に見える、経済的収入がないため財政基盤が極めて弱く、活動資金的に余裕のない防犯団体は全国に数多く存在している。このため、自治体によっては、青パト車両を防犯団体に貸し出したりしているところもある。日常活動は、各校区の町内会、自治会の役員、小学校などの PTA、 現役を引退した高齢者などによる無償のボランティアにより何とか維持されているという団体が目立つ。申請はパトロール地域を管轄する警察署を通じて行う。パトロール実施者証の交付後約2年ごとに青色防犯パトロール講習を受講する。また証明書発行より15日以内に地方運輸支局で自動車検査省に 自主防犯活動用自動車の記載を受ける必要がある。ありがとうございます。